自分がお金を払うことを作っていくんですよ、うちは。長く着れるようなもの、その飽きが来なかったりとか、そういうのがいいのかななんて思ってる。もともとここの場所の代官山も最初はドーナツ屋やろうとしてたんですよ。物件が古くてオーブンが入んなかったんですよね。で、何やもう借りちゃっててどうしようってなって、で結局こう寝かしてたサンドイッチを、老後に寝かしてたんですよ、このサンドイッチは。自分で立ってやろうとしてたんですけど、でもやんなきゃみたいになってで出したっていう。で、渋谷で他の飲食って全部席がすごいビタビタでついて回ってて、僕がそういうとこあんま好きじゃないんですね。で、まあこう人との空間が今時代的にいいんですけど多い方がいいなっていうのと、あと空気が抜けるのとっていうので、まあ、そこっすかね。だから自分が作る物件はいつも全部椅子が少なめですね。フランチャイズをこうやってるんですけど、どの地域でも同じようにお店があって、そこを通して人と会えていくっていうのがあったらいいなと思ってて、例えばうちの下のスタッフが沖縄行きたいなってなったら沖縄に行けたりとか、こう体一つで行けちゃうみたいな、で沖縄で働けるっていう、そういう感じになったらいいなって思って、まあ、一応広めてってるっていう感じですね。今回組ましてもらったのがデザイン面は、そう、並木橋をカレッジプリントにしたのはうちの従業員が結構若い子が多くて、まあ、大学みたいにいろんなことを教えていけたらなみたいな。まあ、メニューをそのまま創業当時のものを持ってきてて、メニューをまんま刺繍にしたのか、刺繍とプリントになってるやつになってますね。最近、まあ、コロナになったらだいぶものが変わっちゃって、なんかその毎日違う服着て違う靴履いて出かけるっていうのはちょっと時代に合ってない気がしちゃってるけど、長く着れるようなもの、その飽きが来なかったりとか、そういうのがいいのかななんて思って。理念としては自分がお金を払うことを作っていくんですよ、うちは。だから例えば僕今釣り好きだったら釣り道具作っちゃったりとか、大きくなって大人なんでそれ作れねえわけがねえだろっていうので作っていくっていう、それがまあルールかもしれない。